2023年3月20日、谷川岳に登ってきました。スタートは天神平、ゴールは谷川岳山頂、沖の耳。距離 3.3 キロ、標高差660メートル、コースタイム2時間25分。要所は等速、それ以外は5倍速、ノーカットでお送りします。はい、本日は3月20日、ここは天神平ですね。本日は谷川岳に登るべく来ています。でここまではロープウェイで、来ました。このようにいい天気なんですが、昨日おととい結構な量の雪が降ってですね、で山頂まで、ちょっと時間は読めないんですが、まあ、1時間ぐらいでは行けそうですかね。はい、まあ、ラスが多分ないと思いますね。8時半のロープウェイがですね、若干早く運転してくれて、今に至るというところで、今8時29分ですね。それでは沖の耳目指して行きましょう。
はい、糸満の海に到着、9時39分1時間10分ぐらいかな。はい、いやー結構急ですね、ここね。冬は久しぶりに登りましたけど、いやーでも今日は霞も少なく見えてますね。先週はひどかったけど、はい。それでここ鳥羽の目には最高峰ではなくて、あの正面のとんがりがですね、沖の右に最高峰なんで、引き続きあそこ行きましょうか。はい、沖の海に到着、9時46分、まあ、じゃあすぐでしたね。はい、で、あれが今までいた、さっきまでいた鳥羽の海ですね。で、富士山、その向こう富士山、手前が春菜かな。はい、それで、西九郎ね、登りましたね。きつかったですね、ここね。それから向こうは赤木、それからスカイサー、穂高山、日光白根、ね、それからこちら尾瀬の山ですね、私物に、火打ち、それから会津駒、それから平ヶ岳で、白賀門、この山を使ったですね。2年前に終わりましたけど、それから笠ヶ岳、新朝日岳、牧畑じゃねえか、あれば、あれは、一号三山かな、中野岳と駒ヶ岳、それからあれが牧畑かな、それと一ノ倉岳ですね、あれ手前の山がね。で、尻倉岳と、それからこっちは苗場方面ですね。苗場山があの平らの山 でこれが千ノ倉岳に伸びる稜線ですね。この稜線いいっすよね。それからあれは先週行った猫岳とか見えてるのかな、東屋さんとかね。北アルプスは見えないかな、見えそうないですね。浅間が見えてますね、ベッタで、ね、白い山。それから八ヶ岳かな。はい、ということで先週と違って霞もまあありますけどね、暖かいんで今日は霞もありますけど、全然見えてますね。ここはもうこのように、絶壁ですね。一ノ倉のあの断崖ね、有名ですけど、まあここがそうですね。踏み外しからアウトですね、ここね、本当に。はい、ということで、すごい非常に良い天気に
恵まれた谷川岳近い、はい、お疲れ様でした。往路の様子は以上です。続いて袋沖の耳から苫の耳までの様子を5倍速でお送りします。以上で動画は終了です。ご覧いただきありがとうございました。